皆さんこんにちは今回は AO 推薦入試面接対策想定外の質問への対応について学んでいきましょうはい、えー、想定外の質問とは、えー、想定外の質問とは事前に質問されるであろうと予測することが難しい質問のことを想定外の質問と言います例えばどのような質問があるのかというと ワンピースで好きなキャラクターは誰ですかこういったような質問というのは面接を受ける前に事前に想定すること難しいですよねではこのような想定外の質問を実際の面接で受けた場合どのように対応すればいいのでしょうか実はこちらも学んできました副理の法則で対応できるんです では実際に例を見てみましょう想定外の質問例です、えー、あなたは TPP の正式名称をわかりますかこのように質問されたときに答えることができるでしょうかさてこの質問に対してあなたが答えられなかったとしましょうではそうしたときに複利の法則を使ってどのように答えるのか 実際の回答例をを見ていいきまままししょう、ま、ずはい、と返事をしますその上で「私は TPP の正式名称について今はお答えすることができません」「申し訳ありません」「なぜなら」「理由ですね」「政治経済の授業は高校2年次に受けたため記憶が曖昧になっているからです」 入学までに答えられるようしっかり復習しておきます以上ですこのような形で福利の法則を使って答えていけばいいんですこのように答えられない理由にはさまざまあると思います例えば面接で緊張してど忘れしてしまったそもそも学んでいない教科である例えば数三などです 以前に学んだけれどもあまりに昔のため忘れてしまったこのような理由が考えられると思いますしかしその場合でもただわかりませんと答えるよりも複利の法則を使ってこのように答えることができれば面接官に与える印象は格段に良くなりますここで大切なことは面接で求められているのが次のことだということです その場で考えたことを分かりやすく相手に伝える力、これが大切なんですね。くれぐれも黙り込んだり、泣き出す受験生、そうした受験生というのは即不合格になってしまうので、絶対にしないでくださいね。今回は想定外の質問に対して、福利の法則を使って答える方法をお伝えしました。よく復習しておいてくださいね。 それではまた次回お会いしましょう。